自民党県連に激震です。磐田氏が地元の宮沢博之衆院議員が今日午後辞職願いを提出しました。本人が語った突然の辞職の理由とは。被災資金で不祥事に支出したということでは断じてありません。そういう描き方をされてしまう、そういう受け止め方をされてしまうというのは私にとっては大変悔しい思いです。絶対ない、絶対ないんです。でもそういうご不信を抱かせてしまうことそのものが今回私にとっては大変悔しい思いですから、ここは責任を取らなくちゃいけないと思って判断をしました。国会内で取材に応じた宮沢博之衆院議員、今日午後衆議院議長に対して辞職願いを提出しました。私は比例代表の身です。離党だけで済むものではありません。議席は党にお返ししなければならない、その思いもあって私は辞職を決意いたしました。現在4期目の宮沢氏は前回2021年の衆院選では選挙区で落選し、比例で復活当選。関係者によりますと、あさって発売の週刊誌で自身の女性問題に関する記事が報道されることが辞職の理由だといいます。今日宮沢氏は地元の関係者に泣きながら、申し訳ない、あさっての週刊誌に記事が出る、今から議員辞職届を出してくると言い東京に向かったそうです。改めて国民の皆様に深くお詫びを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。そしてさまざまお世話になった地元の皆さん、支援者の皆さん、そして諸先輩の皆さん方に深く感謝を申し上げ、この理事堂を去りたいと思います。本当にお世話になりました。